アッツ島はアラスカ州アリューシャン列島のニア諸島最西部にあるアメリカ領の島。第二次世界大戦中の1943年、日本軍とアメリカ軍が激戦を展開した島として知られる。第二次世界大戦において北米大陸で唯一の地上戦が行われた場所として、1985年にアメリカが衆国国定歴史ランドマークに指定されている。 第二次世界大戦まではアレウト族が定住していたが日本による占領期に島民は日本本土で抑留され戦後は米国政府が帰還を認めなかった島はアメリカの軍事拠点となったが2010年にアメリカ沿岸警備隊の基地が閉鎖されアメリカが衆国最大の無人島となった海鳥の楽園としても知られており1980年に 自然保護区に指定されている。入島は規制されている。一から五ニア諸島一アッツ島二アガッツ島、三から五セミチ諸島三アライド島四ニズキ島五シェムラ島六ブルダー島七から十五ラット諸島、七アキスカ島8小キスカ島九セグラ島十クボストフ島十一ダビドフ島十二小水金島十三ラット島十四アムチトカ島十五セミソポクノイ島アラスカ州最西端。 アメリカ合衆国最生誕の島と説明される島である。ただし、アメリカ合衆国生誕の定義方法には複数ある。アメリカ合衆国の大部分が属する西半球からは180度経線を超えて東半球に入っている。西部アリューシャン列島はアトックマイナス10のタイムゾーンに属しており、国際日付変更線はアッツ島の西側を通過する。 アッツ島はアラスカ本土から約1 8 0 0トル離れている。アリューシャン列島のつながりの中でアッツ島の西にある島は約3 3 5トル離れたメイドヌイ島で、ここはロシア領である。アンカレッジからは約2 4 0 0トル、アラスカ州の州都ジュノーからは約3 2 0 0トル、ニューヨーク市からは約7 8 0 0トルの距離にある。 アッツ島は長さ 48km、幅 13km から 24km。面積は893平方 km で、米国で23番目に大きな島である。アッツ島の村ロシア正教の境界島の名は、アレウト語デアタンという、初期のロシア人たちは、と記録した。なお、イギリス海軍のジェームズ・クックは1785年に、アタコーの名で記録している。 島にある多数の遺跡の考古学的調査によれば、先コロンブス期には2000人から5000人のアレウト族が暮らしていたと推定されている。カムチャッカに最も近いという立地からアリューシャン列島の中ではロシア人によって最初に探索された島となった。文献記録によれば、1741年に探検船が遠距離からこの島を冒険した。 1742年春に、ロシアの探検家、アレクセイ・チリコフがこの島を、セーテオドロスの島と命名したのが、公式な発見とされる。1745年、ミハイル・ネボドチコフが率いるプロミューシュレンに来たちが島を訪れたのが、最初の上陸の記録である。ロシア人たちは島に数年間滞在し、ラッコ領に従事した。ロシア人はしばしば地元住民と衝突した。 貿易商人たちの最初の波が去った後、ヨーロッパ人たちの船はこの島に注意を払わなくなった。ロシアはこの島を流刑地としても使った。また、島にはロシア政教がもたらされ、島民はスラブ系の使命を名乗るようになった。1867年、アラスカ購入によって、アッツ島もアメリカ合衆国領となったが、アメリカ人がこの島に寄せる関心も低かった。 第二次世界大戦が始まるまで、島の住民は、ほとんどがアレウト族で、チチャゴフアンに面して、村があった。1941年3月、アラスカのインディアン事務局は、アッツ島に、初めて学校を開設することを決定した。教師として、アッツ島への赴任を命じられたのが、コディアクジまで勤務していたエッタ・ジョーンズで、ジョーンズ夫妻は、同年8月に、アッツ島へ移住した。 アリューシャン方面を訪れる日本人もいた。1931年にアッツ島の民族学的調査を行った近藤信夫によれば、明治時代には吉本という日本人がアッツ島に暮らし、簡単な日本語や日本の歌を知っている島民もいたという。島民は日本人に対して好感を持っているという主張もあれば、反感を持ち信用していないという記録もある。 日本は1930年代、アリューシャン海域に農林省の調査船、白鳳丸を派遣しており、アッツ島にも寄港していることが確認できる。オットセイの海遊調査や密漁取締りを目的としていたが、アメリカ軍の軍備などの情報を収集する任務も課されていたという、アッツ島の戦いの選挙図。図示されているのは、島の東部でアッツの村や、 まさかアベイなどが示されている。1942年6月7日、日本軍はアッツ島に抵抗を受けずに上陸し占領した。第二次世界大戦における初の数軸国によるアメリカ領土占領であった。アッツ島には42人のアレウト族の住民と2人の白人の住民がいた。2人の白人は夫婦で夫のチャールズ・フォスター・ジョーンズは無線技師。 妻のエッタは教師で看護師を兼ねていた。チャールズ・フォスター・ジョーンズは日本による占領直後に死亡している。日本軍はキスカ島に一旦部隊を集結させてアッツ島を無人化することにし、島民たちを日本本土に移送することにした。アレウトの住民40人は1942年9月17日に島から出港し、北海道オタル市に移送された。 唯一の白人であったエッタ・ジョーンズは横浜市のバンドホテルに収容された。1943年5月12日にアッツ島にアメリカ軍が上陸し、アッツ島の戦いが繰り広げられた。日本軍にとってこの島を守る戦略的意義は薄く増援は断られ、5月29日に日本軍の最後の突撃が行われ、組織的抵抗は終了。5月30日、 アメリカ軍は島の占領を宣言した。日本の大本営発表において日本軍守備隊の玉砕という表現が初めて使われた。アッツ島では脱海を目指したアメリカ軍によってアッツの村が破壊された。アッツ島を脱海したアメリカ陸軍航空軍はアレクセイポイント陸軍飛行場を建設。1943年7月10日に 千島列島への空襲の基地として使用した。これは、ドゥーリトル空襲以来の日本領土への空襲であった。この基地はその後も出撃拠点として使用された。戦争が終わった時、小樽で抑留されていたアッツ島民で生き残っていたのは25人であった。合衆国政府は彼らのアッツ島機関を認めず、アリューシャン列島の別の島に移送した。背景としては、 冷戦へと発展していく、米ソ対立を前に、アリューシャン列島の西半分を無人とする方針があったとされる。1953年には、日本の遺骨収集団が戦後初上陸。その後、1978年にも、政府の慰霊巡拝団が訪問し、遺骨収集を行っている。合衆国政府は、アッツ島南端のセオドアポイントにロランステーションを、 建設することを決定した。この施設にはアメリカ沿岸警備隊の約20人が配置された。基地は1954年にカスコ工部に1960年にマサカーベイに移転した。アッツ島には旅客便を飛ばす計画があり、1976年にはリーブアリューシャン航空がアンカレッジとの航空便を計画した。アッツ島の空港は アメリカ最西端の空港でもあった。1985年、第二次世界大戦の戦績とその後の軍事施設は合衆国史跡に指定された。1987年、米国内務省の承認を得て、日本政府は、アッツ島の戦いを記念した、北太平洋戦没者の日を玉砕の地である、スズメ家級に建てた。文には日本語と英語で、先の戦において、 北、太平洋の諸島及び海域で戦没した人々を、忍び平和への思いを込めてこの石踏みを建立するとの、命が刻まれた。2007年7月、島で日本兵のブーツと足の骨が発見され、2008年5月23日には、さらに2人の日本兵の遺体が、米国沿岸警備隊員によって回収された。埋葬地ではより多くの遺体が発見され、 後に改装する計画が立てられた。2010年に NHK スペシャル、玉砕隠された真実の制作にあたっては、NHK とアメリカ政府との交渉により上陸、撮影の許可が下りている。2010年8月1日、アッツ島の米国沿岸警備隊、ロランスステーションが完全に運用を停止した。2010年8月27日に、基地は廃止されて職員が去り、 島には住民がいなくなった。アレウト住民40人、1942年9月17日に陽光丸でアッツを出港、キスカ島で長田丸に乗り換えさせられ、9月20日にキスカ島を出港した。船は北海道の小樽港に入港し、アレウトたちは小樽市内に収容されることになった。当初は若竹町の木造施設に収容され、 1944年に清水町に移された。アレウトたちは占領時にすでに結核を患っている者が多く、慣れない環境を、乏しい食料事情の中で多くが亡くなった。オタルに抑留されたアレウトは、オタルで生まれた5人を含めて45人であり、うち20人が抑留中に命を落としたという。オタルに移されていたアレウトの島民は、 戦争が終わった時25人が生き残っていた。合衆国当局は彼らの置かれた状況を把握していなかったと言明した。合衆国政府は、アッツ島の村を再建維持するには十分な人数がいないとして、人を認めず 850km 離れた後か、島に送られた。北、太平洋戦没者の石踏み2017年現在、アッツ島には記念碑が14ある。 打ち5つは日本によって建てられたもので、4つまでがエンジニアヒルにある。戦闘が終わって間もなく、アメリカ軍は戦場に解説、パネルを建てたが、その中には、アッツ村があった場所を示すものと、山崎安代大佐の勇敢さを称えるものがあった。これらのパネルは1950年に、コンクリートの台座に置かれた、制度性の名板に置き換えられた。山崎大佐を称えるものは、 二箇所にあるが、摩耗が激しい。アッツ村跡地には、かつての沿岸警備隊の基地には四つの記念碑がある。このほか以下のものがある。アッツ島が最初に、米国の国勢調査に登場するのは1880年調査で、法人化されていない、アレウト族の村島として登場する。当時の村は、チチャゴフアンの西側にあったと考えられる。百七人の人口があり、 74人のアレウト族、32人のクレオール、1人の白人が居住していた。1890年の調査では、アッツという名に変わるが、その後1930年まで調査がない。1940年の国勢調査の2年後、村と島は日本軍の侵攻を受けることになり、以後1980年まで統計に現れない。 1980年の統計ではまさか米の基地が国勢調査指定地域に指定された。1990年の統計はなく2000年の統計で CDP アッツネーバルステーションとなった。2010年の国勢調査は基地閉鎖直後、住民が去る直前に行われた。アッツ島の気候はアリューシャン列島の気候としては一般的なもので曇りや雨、雪、 霧が多く、時折強風も吹く。晴天は1年に8から10日ほどしかない。残りの日は雨が降っていなくても濃さの程度の差は荒れ霧が出ているのが通常である。雨などによる年間降水量は3949インチで、秋から初冬にかけて最も降水が多い。欠片の気候区分によると、アッツ島は西岸海洋性気候で、 ツンドラ気候に限りなく近い。高緯度のため気候は非常に寒く、日中の最高気温は夏でもかし50度台半ばにしかならない。1982年の時点で、島で木らしい木は1943年の戦いの後に、米軍兵士が島の礼拝堂に植えた木だけであったという。1980年、アラスカ海洋国立野生生物保護区の一部に、 指定されている。アンアは、合衆国魚類や生成物局が管理している。アッツ島は、バードウォッチングにおいて、特定の期間内に、特定の地理的範囲内で可能な限り多くの鳥種を観察、聴取できる特別な場所であった。また、北米の他の部分から物理的に遠く離れているため、大陸のどこにも見られない多くの種を見ることができる。 ジョン・フィッチェンはこの島を北米野町会の聖杯と表現している1998年にはサンディ・コミトが29日間に745種という司会の大記録を残した。バードウォッチングツアーでアッツ島を訪れることは可能であるがアクセスはアダック島からの数日間のボートでの航海に限られる。厚生労働省のサイトによれば島には アメリカ合衆国沿岸警備隊の施設があるため渡航には許可が必要とされる。施設の閉鎖後も2015年の読売新聞記事によれば厳しい上陸規制があるという。2018年の米国ザワールド氏の記事でも入島許可を得るための手続きが非常に暗差だと記されている。船や飛行機の定期航路はない。2018年の米国ザワールド市記事は 島を訪れる唯一の方法はボートであると記す。2019年の読売新聞記事によれば、島内に存在する飛行場の滑走路は老朽化が進み大型機の着陸は不可能とされている。重機を運び込むことも難しく補修計画は立てられていない。ありがとうございます。